R5470、あ、これワングリーンなんですね。はい、これワングリーンです。これ左バンカーまでどのぐらいですか。180のプラス上りです。なので200近い感じがあります。また微妙な感じですね。じゃあどっちかって言ったら右目の方がいいのかな。そうですね、ヘアウェイも右の方が平らです。左だとちょっとつま先下がりの傾斜になります。そういうことですね。はい、じゃあ後半もよろしくお願いします。お願いします。ございます。よいしょ、ございます。はい、お願いします。はい、ずっと上りだ。疲れちゃうやつ。250プラス上りのアゲンスト。あ、詰めていきます。はい、アゲンストだし、つま先下がりだし、なんかすげえ巻いていきそうだし。でも多分これちょっとつま先下がってるからあんま巻いていかなそうだね。あっちの旗が右から左に風吹いてるから、ちょっと旗ぐらいの方向に出してって左に曲がって戻ってきてくれればいいなっていう。打っていいんでしたっけ。みんなグリーンで OK ですね。はい、うわ、やっぱめっちゃ巻いてったな。今日はスプーン巻く日です。いや、なんなんだ。お願いします。後半風が強くなってまいりました。やっぱちょっとやっぱ手打ちから入っちゃうんだよな。指先の感覚なくなっちゃうと握ろうとしちゃうんで。オフシーズンだもんね、基本的にはね。あ、でもね、これね、私ちょっとここまでだと思わなかったからあれだけど、右腕のここに北海道、春北海道をペラッと貼っとくと、うん、血流くなって指先が消えないらしい。なるほどね。お客さんから教えてもらった。で、一回本当にもっと寒い時に試してめっちゃ良かった。超つま先上がり97上げてます。これ100は打った方がいいですか。90じゃ短い。あ、でも90ちょっとピン奥めな感じなので90でもセンターぐらいにはいい。手前から逆目の上り。手前から逆目の上り。はい、そっか。打っちゃおうかな。ピッチングできます。A でした。じゃあ A で全然持ってくる。いやいや、いいです。こういう時もきっとお客さんはあるだろうということで。どう打つかな。あ、だ、そもそもあれだわ、ライが悪いから。私はつま先上がりも入るからクラブ短く持って、で左足上がってるからめっちゃ巻く。で風も右から左でしょ。で私自身も今巻いてるからめっちゃ右向いて打つ。でできるだけボールが上がんないように地軸に対して垂直に立って打っていく。ちょっと短い。ありがとうございます。はい、結構ピン方向打ってたでしょ。こういうのはうまいんだよね。こういうのは。なんでだ。でもやっぱりピーだったのかも。あ、まあ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 。これだから長い番手持っちゃうともっと巻いてっちゃうから。そう。いいのよ全然。お客さんもいると思う。あ、あれ取ってくるの忘れたみたいなね。これでいいやみたいな。ありがとうございます。はい、うわ、超ロングパット。ちょっと右側が高くて、アンテ前からは逆目の上りです。ロングパット。合ってない私に。なんか一番なんかよろしくない距離ですよね。打ち切れるかだな、まず。うん、届かないよね。いやー超短い。これはどっちかにゃ。これちょっとなんかスライス、そうですよね。雰囲気でまたカップの縁だけがフックみたいな。出だしはちょっとやはりそういう系ですね。周りはあんまり切れないと思います。うわ、簡単にボギー打っちゃうよ。ボギーです。本日簡単にボギー打ちます。いや、なんか疲れますね精神的に。あれスキー場ですか。違います。あそこ
植林地でああいう風にずっと木が植林して植えてあったのを何かに使うのか、そこだけこうなんかストライプに伐採してどっかに持ってったのか使ったのかよくわかんないんですけど、なるほど、はい、ずっとあそこね交互にやってるんですか、木があったんですよ。このちょうど道路の境目で左側が箱根カントリーになります。このホールの林一本でちょっとコースが変わるんですね。ゴミ場が変わるというか、間違えていただく。ベッドプレー代がかかるあ、なるほどね。あっちもありたければここから入っていくってやつねすごいっすね。でも今日定休日だったんですよね。あ、そうです。やってないんですね。そう、やってないんです。なので左に行ってもじゃあ大丈夫いつも左行くと箱根カントリーファーって言わなきゃいけないんですよ。ここ箱根カントリーファーですか。はい、クレーム来るんで。あ、ゴルフ場の名前、ここ左 OB ですっていうだけで別に左行ってもファーとかかけてなかったんですけど、危なかったですって何回もクレームが来ていうシステムに何年か前に変わって。2番パー4408、長い。これはほんとグリーンとグリーンの間、もう真ん中ね、真ん中外すとしたら右よし。あー、左行った右って言ったんか、もうバカ。よいしょ、イエー跳ねてきたわ。もうちゃん、これは感染もしやすいっすよね。うん、しやすい。よく考えたらすげーしやすい。どこも全部アウトは特に感染しやすいと思います。やすい。はい、結構この辺うろうろしながらいろんなところが超左足下がりやん。うん、左足下がりで風が左から右っていうのはすごい嫌だ。巻いていくで右行きやすい、だからグリーンセンター狙います。でボールは若干右側に置いて、風に、はい、イエーイ、乗った乗ったちょうどいいグリーン右から左に傾斜してます。なんかすごいこっちに戻ってきましたもんね、はい、傾斜かフック、目がすらです。目がすらか、はい、目は左からですけど傾斜の方が強い。そうだ、目よりも傾斜なんだ。ここは目よりも傾斜です。大箱根、ね、やっぱ微妙にアンジュレーションがあって、また2段だね。へーへー、よく止まったな、ここで。私こんなに切れないってことですよね。そうですね、なっちゃうとなおさらちょっとフックの傾斜は消えちゃう、うん、でもまだちょっとフック、ちょっとフック、ね、やらない方がいいかなと思って、はい、とにかく打ち切りなさい。うわ、見すぎ、ほぼね、ほぼストレートでしたね。よいしょ、イエー、パーです。ワンオンチャレンジですか。はい、まずは参加賞がありまして、参加すればどれでも一つがあります。あ、すごいじゃないですか。乗りましたらさらにくじ引きもありますので、はい、参加賞にプラスでもらえますよという感じ。1、2、3フロントエッジ上り入れて 1、2、7 ぐらいでエッジ、右からのサイドフォローがあるから130あれば行くわ。手前目にはキャッチ、手前から上りで目は右からです。なるほど。3番パー3146、140でもいいのかな。でも迷ったら短いなって言ってますもんね、うん、自分を信じて。また左バンカーが気になっちゃうね今日。めっちゃ巻くから、今日巻くんでちょっとグリーンの右側狙っていきます。右半分とかそのぐらいで、はい、乗った乗った乗った、はい、あ、いいですか、ありがとうございます。このめっちゃ底から取るタイプなんだよね、あんまかけないと思うけど。開けてみてください。ちょっとチップ切っちゃうと開かない。6等6等賞おめでとうございますこれこっちが良かったフレンドスト、いただきましたこれやっていいのかな私ありがとうございます
さっさ。でもいい球筋だったね。いや本当ですよ、もうやっとやったかな。でこういうので安心すると調子乗るとさ、何が起こるか分かんないからさ、神様って見てるからね。結構これ絶対スライスだと思うんですけど、そんなことないですか。あ、はい、傾斜は絶対スライスで、でもね、目と影だけがこっちから来てるから、さほどすらないけど、でも傾斜がちょい強ぐらいな感じのイメージ。 OK です、はい、さ、打ち切っていきましょうよ。いや弱いって、いやビビってるよ。何してんの本当に、もうあんまワードツ、あ、ちょっと練習、それぐらいは一発目からちょっと打ちづらいね。結構結構打ったよ今。